スパートクシカーとリナックスゲームとはリナックスで利用できるビデオゲームのことを指す。リナックス向けには多数のビデオゲームが開発されているが、本校ではこれらのビデオゲームとそれを支える技術について解説する。リナックスにおけるゲームは当初ユニックスにおけるゲームシーンの拡張として始まった。両方のシステムは多くの同様のタイトルを共有している。 これらのゲームの大部分はアーケードゲームやテキストベースのアドベンチャーゲームのクローンタイトルや新規開発タイトルであった。この有名な例は BSD ゲームズと呼ばれるインタラクティブフィクションのゲームの集合体である。フリーソフトウェアとオープンソースの方法論は OS の開発に広まったが、これはまた初期のフリーゲームの開発にもつながった。初期の人気のあったタイトルには、 ネサック、ネトレック、エクスビル、ゼバル、エクスバトル、ザコンク、エクスパイロットなどが含まれる。リナックスの商業的なビデオゲームのためのプラットフォームとしての始まりは、1994年にデイブ・ディ・テイラーがドゥームを他のシステムに対してと同様にリナックスに移植したことに始まる。彼の助力はまた、ゲーム開発スタジオクラックトコムにも見られ、このスタジオは、 アビューズという後にリナックスベンダのレッドハットによってリナックスへの移植版が公開されたゲームをリリースしている。クエイクと名付けられたゲームは同様にテイラーによって彼の自由時間を用いてリナックスに移植された。また、1998年オリジンからの二人のプログラマがウルティマオンラインをリナックスに移植している。ザ・リナックスゲーム。 トームというウェブサイトは、1995年に Linux のために作られた、または移植されたゲームのカタログを作成している。1998年11月9日、ロキソフトウェアと呼ばれたソフトウェア会社がスコット・ドリッカーによって設立された。ロキは、商業的には失敗に終わったが、現代の Linux のゲーム業界の誕生として記憶される。ロキは、 ロキインストーラや SDL の開発のサポート、オプオネルオーディオライブラリーのプロジェクトの開始など、いくつかのフリーなソフトウェアやツールの開発を行った。これらは、現在においても、Linux におけるゲーム開発の礎先と目される。ロキの倒産後、Linux ゲームの市場はいくつかの変化を経験した。Linux、ゲームパブリッシングやルーンソフトのような新しい会社が生まれたが、 これらは主に移植の役割を果たしていた。これに影響したのが、かつての老期の従業員のライアンシー・ゴードンで、彼は次の10年の間に、いくつかのゲームのタイトルを Linux を含むプラットフォームに移植した。Linux ゲームの市場はまた、独立したビデオゲーム開発の増加というディケードの終了に向けて、いくつかの成長の経験を始めた。これは、 マルチプラットフォームをサポートすることによるインディーな開発者によるものである。小規模な独立開発者にフォーカスした Linux バージョンのデジタル配信のプラットフォームである d e s a のリリースは何人かのコメンテーターに Linux のゲーミングプラットフォームとしての認知のための重要なステップだと歓迎された。2012年7月ゲーム開発者でコンテンツの配布者であるバルブソフトウェアは 彼らのソースエンジンの Linux に対する移植と彼らの s t リ e a m と名付けられた Linux のためのデジタル配信サービスのリリースを宣言した。Linux の Steam クライアントの潜在的な利用可能性は他の開発者にゲームのタイトルを Linux に移植するよう影響した。2012年には Unity テクノローが Unity とゲーム制作システムを Linux に移植した。 すべてのユニティエンジンで作成されたゲームは容易に Linux に移植することができるようになった。また、2013年9月には、Valve は彼らのゲーム志向の Linux ベースの OS、s t イ m o s のためのデジタル配信サービスのリリースを宣言した。その後、2018年には Valve はゲーミングを狙いとしたワインのホークである Proton をリリースしている。 スティームハードウェアサーベイの報告によると2019年4月現在で0.81%のユーザーが何らかの携帯の Linux を彼らのプラットフォームの第1の OS として使っている。Unity は過去に彼らの統計を明らかにしていたが、それによると2016年3月には Linux ユーザーはプレイヤーの0.4%を占めていたという。また2010年に 最初のハンブルバンドルが発売された時、その売り上げの18%は Linux が占めていた。Linux カーネルに基づく OS はゲームのためにカスタマイズすることができ、これはバニラ Linux カーネルを少し変更することで実現できる。また、Android のように相対的に大きく改変された Linux カーネルを用いることもできる。Linux カーネルにおいてすでに メインライン化されて利用可能なサブシステム群は十分なパフォーマンスを発揮するためゲーム体験を邪魔することはないが追加のソフトウェアが利用可能である。これには BFS や BFQ が例として挙げられる。Linux では GDB、LLDB、バレグラインドなどの開発ツールを用いることができる。ボーゲルはオパングルのためのデバッかで2014年3月12日に リリースされた。オープンソースでクロスプラットフォーム向けのエンターブレインの RPG メーカーのクローンは現在開発中で、これはオパンプグメーカーと呼ばれる。また、いくつかのインターフェースと SDK が Linux 向けに利用でき、それらの大部分はクロスプラットフォームである。また、インターフェースが存在しないことに伴って、プログラマがその目的に最も最適な。 音声 API を選択することが難しくなっていることをプルソディオプロジェクトのレナート・パトリングなどが指摘している。Linux においては少なくとも AMD iFinity と AMD Catalyst、マとランドア a が X11 とエランドの両方でマルチモニタ構成をサポートしている。シリアスサムさん3 BFE は Linux でネイティブに動作するとともに高解像度をサポートし、 AMD によって Ifinity をサポートすると検証されたゲームの例である。Wine は Linux 上において Microsoft Windows のために書かれコンパイルされたソフトウェアを動作させることを可能にするバイナリ互換性を提供する互換例やである。Wine のゲーム向けの利用は Linux コミュニティにおいて議論を呼んでいる。これは Wine の利用が ネイティブゲームのプラットフォームとしての Linux の成長を妨げると感じられることによる。ありがとうございます。